徳川家康は、1543年1月31日に三河国の岡崎城で松平広忠の息子として生まれ、江戸幕府初代征夷大将軍となりました。彼は苦労人として知られ、6歳で織田家の人質となり、数年もの歳月を過ごしました。信長と結んで勢力を広げ、本能寺の変後は秀吉に仕え、関原の戦いで勝利を収め、江戸幕府を開きました。彼は狸親父というあだ名で呼ばれることもあります。これは優しい顔をして、裏では腹黒いことをするような人間だと思われていたということを表されているようです。しかし、実際に彼がそのような性格だったかどうかは定かではありません。彼は忍耐強くチャンスを待つタイプだったようです。彼は戦国時代から江戸時代初期の日本の武将であり、江戸幕府初代征夷大将軍である。暗称松平家五大当主であり、徳川家や徳川将軍家、徳川御三家の始祖でもある。彼は日本有数の有名な偉人である。